こんにちは、ウィリーです。山陽自動車道を走ってきました。辰野インター、大志インター、出口1キロ今案内表示が出たところです。やっと降りることができます。この灼熱の高速道路、暑かったなまあ本当にね、こう おそらく路面の温度は40度なんかあっさり超えてると思うんですよね。バイクが教えてくれる気温は38度ということで、まああのね、体温よりも高い38度ですから、途中でね、私 の、 あの地元吹田から入ればよかったんですが、もう混んでることが分かっていたので吹田から入らずに、箕面とどろみインター、新名神高速道路から山陽道路、あ、山陽自動車道に、自動車道に合流して、そして、ここまでやってきたという、そういうパターンできました。もう混んでるとね、渋滞しても停滞してしまうとね、二輪は悲しいですよね。足をつくのがね辛いので、足をつかないようにしたいから走り続けるよりないんですよね。軽自動車にということで、新名神から走ってきた、料金が示されました。今日はね、広島の恋チャンネルののりすけさん、そして、元ブロガーの同じ大阪の、まあ、堺の方ですが、ニーヤンさんとですね、3人で、まあ、会うことになりましたから、その待ち合わせ場所に今向かっているという塩梅です。交通量が多いですね。さて、それでは集合ができました。前を行くのはのりすけさん、そしてニーヤンさん。空冷と水冷のアドベンチャーを前に、そして私の K1600 3台でワンオフカフェにね、行こうかという話をして、打ち合わせして集まったんですけれども、ニーヤンさんの決め技が炸裂しましたね。もうご存知の皆さんも多いと思うんですけれども、ニーヤンさん得意技、ね、そのお店を休みにしてしまう。パワーがあるんですよね。ワンオフカフェが今日は営業していないとのことで、仕方がないので、岡山日生の方にですね、まあ、お好み焼きでも食べに行きましょうかということで、西に向かって山陽自動車道に今乗りました。先日も私があの広島呉に行った時には、のりすけさんにね、お目にかかって、あれはあの海上自衛隊の呉のですね、忘れちゃいました。またちょっとこの辺にあの書いておきますけれども、潜水艦だとかね、護衛艦が見えるそのカフェにですね、連れて行っていただいて、楽しいひとときを過ごしました。で、のりすけさん東の方からずっと広島に帰られる途中をですね、ニーヤンさんと私でお迎えして、ご飯を食べに行くと、時間を作るということにしました。赤穂インターで降りるんですね。赤穂インターを降りて海岸線の方に行くのかななんて今。ここからはね、よくあの私が冬場に
柿横をね、ひなせうまうま、まあ、このキーワードですね。柿のお好み焼きですね。柿横、ひなせ海岸、ひなせ、日生と書いてひなせと読むんですけどね。できました。岡山県と兵庫県の境、県境ですね。岡山県備前市に入りました。ようこそ岡山へとね、表示が出ました。いいですか？いいです。行きます。あ、お好み焼きを食べて出てきました。赤穂インターまでまた舞い戻って、それで西と東にお別れする形です。あ、走ると涼しいですね。あ、極楽のようだ。幸せだ。雨雲が今ちょうど頭の上にありますね。黒い雲が信号待ちの時に今ですね、雨雲よされと言うとノルスケさんにそれを言っちゃダメだ静止されてしまいました私がそれを言う時に雨が降る、逆に降ってしまうでしょっていうさすが私の動画をよくご覧になっているノルスケさんでした。
人ともしきりに空を見上げていますが、雨雲が心配なんでしょうか。ぽつりぽつりと雨粒が落ちてきましたね。ちょっと責任感じますね。まあ大丈夫でしょう。雨を気にしている風が皆さんにも伝わるかもしれませんが、このまま帰りましょう。西と東にお別れです。森助さんとのお別れのシーンが近づきました自動車道から中国自動車道に入るのはいつものパターンなので、今日はね、来る時も新名神を利用したので新名神で帰ることにします。実は出口を間違えかけました。慣れないことするとこういうことになりますね。危ない危ない。今右車線が出口に出ちゃいました。すみません、良い子の皆さんはこんなことしちゃダメですよ。おまわりさんすみません、ちゃんとウインカー出して確認してから行きましたから、カメラはオンボードになって前しか映していませんが、私の頭はちゃんとあの安全確認をしてからウインカー出して、ちょっといささか急ぎ気味ではありましたが、車線変更してなんとか箕面とどろみインター、新名神に接続する箕面有料道路ですね、トンネルなんですけどもね、そちらの方に入るべく箕面とどろみインターチェンジを今出てきました。今日はね、ニーヤンさん、そして、恋チャンネルのノイスケさん、2人でですね、2人の方と一緒に、岡山日向にあるお好み焼きを食べました。美味しかったですよ。このお好み焼きはね、カキおこといって冬の間はね、カキのお好みなんですよ。今の時期もね、冷凍のカキですが食べることはできますね。まあ、僕はやっぱり旬のものを食べたいので、今日は、豚玉を食べました。豚玉お好み焼きさん、お好み焼きさんの名前がたまちゃんって言うんですけどね、夏の暑い時期ですから、塩味がね、岩塩を使ってるとかお店の方は言ってましたけども、美味しいお好み焼きでしたね。お店の中の鉄板のすぐそばで食べたので暑かったですけどね。まあ、あれがお好み焼きの醍醐味でしょう。今回のツーリングは北海道ツーリングを終えて家に帰ってきて、暑い大阪でもうバイク乗るの嫌だなーなんて思ってたんですけども、他でもないニーヤンさんやノリスケさんやお目にかかることができるという、それで出てきました。やっぱりね、会いたいなと思う人がね、そこにいるというのは大きな、なんかこう力になりますね。背中を押されたような気分になりますよね。会いに行こうという気持ちになりました。なん
かなか渋滞がひどいお盆のねこの時期、皆さんも十分気をつけてオートバイに乗ってくださいね。もう私も夜年並みに負けず無理をしないように休憩をこまめに入れて、安全運転で今日も帰ってきました。それでは今日のモトブログはこれで終わりにしたいと思います。いつも最後まで見ていただきまして本当にありがとうございます。またどうぞよろしくお願いしますね。次の動画でお目にかかりましょう。ありがとうございました。さよなら。